アレクサンドル・ドレンテルン。アレクサンドル・ロマノビチ・ドレンテルンは、帝政ロシアの軍人、政治家。階級は、陸軍不評大将。バルトスウェーデンの貴族、ドレンテルン家に起源を持つ。当時のキエフ県出身。皇帝の副官を務めた後、ニコライ・メゼンツォフの暗殺を受けて1878年から1880年まで、憲兵隊司令官兼皇帝官房第三部長官を、 努めた。1879年3月25日には、ニヒリストの暗殺者により襲撃されるが無事だった。翌1880年には、ミハイル・ロリスイコール・メリコフにより、皇帝官房第三部自体が廃止されるに至った。その後は、オデッサ軍管区司令長官、キエフ軍管区司令長官を務めた。1888年に、キエフで行われた、 ルーシーセン900年祭出席中に脳出血のため落馬、急死した。彼が亡くなった地点には翌1889年に記念碑が建てられたが、ロシア革命後の1919 19年に撤去された。息子のアレクサンドル・アレクサンドロビジドレンテルンも軍人となり皇帝の副官となった。第一次世界大戦軍ロシア革命により失職して、 ボログダ州の境界付け工場で勤務し、1925年に死去。彼の娘アンナは、皇室の助官を務めた後ブリュッセルへ亡命し、事前家となった。1982年に死去。ありがとうございます。